おさみ県は中華人民共和国領年少大連市に位置する県。中国東北地方唯一の海島県で、中国唯一の海島辺境県である。2007年まで旅順具地区の一部軍事施設とともに、日本人を含む外国人が許可なく立ち入ることが制限されていたが、現在は解放都市に指定されている。日露戦争後より1945年まで日本の、 咀嚼地となっていた。おさみ県は、両党半島東部、公海上にある112の島及び暗礁により、構成され、それらを総称して、朝鮮軍島と称す。1945年12月、中国共産党は、朝鮮島に党員を派遣し、朝鮮区交渉を設置、翌年に、朝鮮区政府と解消され、新近県の管轄とされた。同年6月、朝鮮区は、 朝鮮島、小長山島及びその周辺島初を管轄する、朝鮮区と、高架島、小島及びその周辺島初を管轄する広字区に分割され、1947年2月には両区及び海洋島、カラス、上上島を合併し、朝鮮列島区を設置、近県の所管とした。1949年9月5日、東北人民政府は、朝鮮列島区に、 県政施行を決定11月10日に長三県が成立したび大行政交渉の直轄となった。1952年三島省に同盟の長三県が存在したことより、おさみ県と改省1981年2月に大連市に移管されている。大連港より、高架島、大長山島小永三島、小長三島、小島、海洋島の各島へ先備あり。 アンジュトン港より高架島へ船備があり、アンジュトンへは丹大高速道路アンジュトンインター下車、川口港より王朝山島に船備があり、川口へは丹大高速道路川口インター下車。2008年春節から大連周水市国際空港からおさみ町山島空港への航空路線も復活している。なお、観光経済強化のため、 長海空港の滑走路の1800メートルへの延長工事が2009年から行われる。ありがとうございます。